まあ、直前の怪しさと面白さはみおちゃんの方が釣りたいから、まあ、そうだね。だから私が後にしてくださいよ。確かにめっちゃ面白そう。ちょっと僕が見えなかったんだと思いますよ。ちょっと言うた。面白くするの頑張るんでお願い。ああ。いやマジでね、日によってマジで回線バカ落ちる時あるからな。居すぎじゃね？俺動かないわ。もう居すぎてわからんかった今。まあ多分自治体起きるよ。まあだよな。あらおいおいおい。落ちた？落ちてね、せんちゃんはメイン脇ではなかったです。大量にメイン脇じゃないよね。脇に浮いてるんで言いますね。キッチンタン脇でかかると手で直してます、全貌で。はいはい、ありがとうございます。メインは一応ノアナルリン翔平派試験だったと思います。拓也もいます。拓也さんもいました。もう一回言って。ノアナルリン翔平拓也派試験。ヤーマンさんもいます。ヤーマンさんも。ヤーマンさんで、ヤーマンさんはメインからボタン押しに行くのに私ずっと一緒だったので、ヤーマンさんに白が出せます。オッケー、ヤーマン。はい、ノアくんも無理かな。シャワーで停電になってから一緒だったのと、その間にセンノちゃんをそこの辺で見てないので、おそらく切る場所はないかな。ずっと重なってたの大丈夫？あ、違う。僕はナルくんに白全く出せなくて、ナルくんどこまで行ったの？俺はハシケンさんが最後、初号機右から上がってくるところまで見てる。ああ、そうですね。僕はそう直そうと思ったら直ったんで引き返しちゃう。で終わりですね。なるほどね。翔平が浮き位置になるのかな？メインからすぐエレキ降りて、アスタリスクのタスクやって、診察室のドア開けたか開けてないか、あ、ドア閉まってないか、でもその辺まで行ってる。はい、はい、視点のは橋県の2人は難しそうです、かなり。スズメエンジン脇で武器庫で、武器庫で誰か赤っぽい人がいたんだけど、あ、僕ですよ。あ、セルフさん、赤っぽい人ちょっと停電だったから分かんなくて、赤っぽい人がいて、で、うん、キッチンまで入ったって感じですね。あ、僕は一応宿舎で湧いて、タスクしに行った、ボタン押しに行ってないんですよね。でエンジン武器庫で上のタスクでその銃かさやってる時に僕スネさんだけ見てて、うんうん、その後から見えてないんですよね。で僕は武器庫の下のやつやろうとしたら、こんなあのボタン、うん、あのあれが見つかって、ミオちゃんが負担しててかつ、そうなんです、左ならキッチンのミオさんぐらいしかないんじゃないか、通ってボタン押し行ってるから、うん、まあ下いないなら、まあ一瞬なんか目離してるからスネさんできなくもないけど、まあ難しいのかなと思ってるから、うん、ミオさんって何のタスクやったか教えてもらっていいですか？バーガータスク、うん、右側のベントタスク、配線やってる間に停電が起き、うん、停電直しですね。なんかちょっと長いな。長いな。ちょっと時間かかってる感があるんだよな。で、何がですか？停電がね、結構長くなるまでで、うん。そうそうそう。あ、配線やってたので。すぎる。そう、配線やってる途中に停電だったら、もっとすぐ直ってそうだな。真ん中上げてます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 。真ん中見てませんか？そこじゃないんだよ。好きだな。すずねやーわん。新婦のミオさんっぽくは聞こえるけど、停電長かったかな、長かったか。ちょっと待機した後に配線タスクやって、ギリギリメインのタスク終わってないか、10秒ぐらいあったか。あー、確かに長いね、言われてみれば。あれ、現行犯でーす、現行犯でーす、みおさんでーす。いいよ、私怪しまれてたからラッキーだと思うからいいですよ。現行犯でーす。いやだって、いや今面白かったのがキッチン脇して、なんかそこで僕たちにバーガー向かったんですよね、みおさん。ちょっとやっやっやって言ってたやんって思って。全然向かってないし、ないよ、ね、私は単純にコミュサボに入ってって、はい、リンさんが入ってきたなって思ったら、そこでハシケンさんがブスッやって、でも停電ですよ今って感じです。え、コミサボなんて停電ですよ。だから見えてますよ、その重なってましたもん、私のところで。見えてます。見えてました。リンちゃんが入ってきてそれを殺してたっていう
ミオちゃんの室よね。あ、そう、多分そうだと思いますよ。だからリンさんが入ってきて、私と一緒に入ってきて、うん、重なったなって思って、私ダウンロードのタスクだったんですけど、うん、多分そのダウンロードタスクの画面が見えて、うん、見えてないと思って、うん、私の横でハシケンさんが来て、うんうん、なるほど。そうそう。僕の師匠いります？いりますよ。いりますよ。ああ、そりゃ。いりますよ。あの僕の師匠は、僕の師匠は一番最初にコミサボ入ってダウンロードしてて、こういうね、で、コミサボ中、あのダウンロード中に停電入って、ダウンロード終わって直しに行こうと思ったら、そのコミの入り口でリンさんが切られて、横に反復横跳び一往復した黒、青を見たんでレポートしました。まだ、あ、要は逆ですよね。停電中ですよ。だから。わあ、もう。それじゃ見えない。ああ、確かに。ロラしましょう。これあの9人なんでロラしましょう。そうだね。はい。まあ、直前の怪しさと面白さはミオちゃんの方が釣りたいから、まあ、そうだね。だから私が後にしてくださいよ。確かに。ちょっと僕が見えなかったんだと思いますよ。ミオちゃんも面白くするの頑張るんでお願い。あじゃあ僕ボタンいきません。ボタンいきません。僕開けてびっくりするから頑張ってください。はい。やばい。あ、腹が痛い。どうすっけ、どうすんねこれ。まあ押すけどさ、一応。はいはいはい、ありがとうございます。まあ押しましたが、エレキでレバータスクしてます。あ、見てました。合ってんだよな多分。いやなんか現行犯動向じゃなくて速攻バーが行ったっていうのがめっちゃおもろい。本当やったらおもろい。お腹すいしたんでしょ。お腹すいしたのか。食べたかったんだよね。まあ、一応入れとく、うん、そういう時もありますよね、やっぱり。あるある。そうそう、一応入れるけど、一応入れるけど、まあミオちゃんでしょ。まあね、うん、あれどうしようね。一応入れるけど、まあミオさんだと思ってるよ僕も。どうしよっかな。いや、これローラーさんの。いや、ちょっと悩んでる今。しようか芝居か。ちょうがいいですよ。かわいそうだもん。まあミオちゃんかな。一応入れたけど。まあでもしたら7人一郎一行、うん、まあ頑張れば勝てます。まあまあまあ余裕です。ネタのみにしてハシケンさんが勝ちで切ってた時がね、一応あるからね。そう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 だよね。ないと思う。時があります。時があります。はい。この空気感はないと思うけど。うん、いや、ハシケンさん切れねえって。俺、二人とも初手ができねえってハシケンさん。二人ともインポスターないのか。ないか。やばい。漫才してないか。俺ちゃんとね、分かってるよね。これ。インポスター君、自主ったら悪いことはしないよって書いてあるのに、悪いことしたから、これ僕も記憶がなかった。これしかないよね。バトってもらおう。霊界でバトってもらおう。霊界でバトってもらおう。霊界で、霊界でお願いします。いや、ごめん、これ、ミオさん面白いポイント。するんだ。面白いポイント出ちゃったこれ。でも負けたら、クルー負けたら僕怒りますからね。クルー負けたら、ぶつ切れます。ごめんごめん、そういう空気だった、ごめんごめん。やばいマジで。ああ、腹痛い。ああ、腹痛い。腹痛すぎんだよな。お、ありがとうございます。ナイス。はい。さっきスキップって誰ですか？うん、あ、スズネです。ああ。逆にハシケンですね。ノアスズメハシケン。全然違うよ。いや、マジで。その人は疑わないでほしい。あったよ、全然違うって。いや、ごめん、マジで、ミオさんが面白いだろうね。
うん、面白いポイント入れちゃったマジ根拠ないよあれ根拠ないけどクルメイトこれマジであの負けたらやばいマジで負けたらやばいからねやばいやばい気合入れた方がいい気合入れ直した方がいいこれはい、いやもうだって身を橋剣取れ高持ってったな持ってったよ、いや、うん、もう全て持ってった十分だよもう十分だよバカ思われでももうここですここで完結しちゃったからもう相方位置とかマッド位置とかもう全然わかんないよね分かんないなんも根拠ないよねもうクソもないからいやまあ好きで済んじゃうからな白いんじゃないですかね全然白いと思うドア停電2回直してるんで僕多分次死ぬんで頑張ってくださいあーお疲れ様でしたお疲れ様でした楽しかったです本当に今日はありがとうございました自主点は橋剣さんのマッドメイトがねえなってことだけなんだよなあうんつたらないそうですね、釣られてないですもんね、うん、あれマットレートやっててやばいじゃないマットでマットでいるんだったらもうセンちゃんしか候補ないよねもうリンさんもミオさん殴ってたし確かにうん、センちゃんしかないと思うああちょっと待ってねそこまで考えるかね、うん、なんかそうノア君だけ直したのこれってスズネも直してます今を直してる今直したかな、うん、あ、ナイスナイスナイスあめっちゃいい俺が一番マッドあるんじゃない、うん、多分客観なんでえ、なんとなくそんな気がするんだけど、そんなことない。いや、そんなことない。全然わからへんかったじゃないけど。いや、これ、橋剣君に入れてるやつ全人間に入れるけど。いや、そうだよ、ほんとに。いや、俺、入れない乗りかと思っちゃった。そう、入れないかと思った。あの言い方、入れない乗りなのかと思った。翔平さんからなんとなくってこと。丁寧に教えてくれ。うん。あんなロジカル派なのに。あ、おもろ、今日。あやっぱおもろいいやなんかね今日そんな気したんだよこの回多分荒れるなと思いながら正直組んだメンバーは正解だったわなんかもう大渋滞が起きてるネタの宝庫だったなマジでやばいこれなるくんかよいしょ1,2,3,4 ノア君おうノア君だうわあの覚え芸の左だあそこ死んでんだあ覚え芸なんだ高谷っち無理ありがとう4秒前にはすでに死んでたというんだけ出せるなるくんも多分貨物からぐるっと回ってるんでないと思います。プラスで停電直してから、ね。あ、そう停電直してね。うん。なんか無理ないと思います。僕視点でなるくんは。だから他の人で話をしてほしい。え、今これ死体発見なるくん？うん。鈴音さん近くにいた？メインホールのタスクやってるあそこの写真のタスクをやって、うん、シャワーの方に行こうとしたところでなってる。ああそうなの俺今配線やって下降りたで、うん、その時の鈴さんがそっち側に行く方向に見えたから、うんまあ、聞いたんだけどそうシャワーまでは入れてないシャワーにはいないうん僕今回鈴音さんしか見てないからちょっとわからんそううちもセルフィーの辺の周りには動いてたけどこの二人はどうできそういや俺は鈴音さんできると思う多分鈴音さん見てても多分俺できると思うんだよね、うん、多分普通に基本的に切ってっていうのはできるよ多分あれだそううんなんかお互いに白出せないかないやでも鈴音さんの時あそこスキップ入れるかないやだから慎吾さんに多分俺のこと見えてるからそっからこうなんだろう、うん、どうなんだろうねまあオッケーオッケーできそうな位置ね、うん、山田さんと翔平さんの位置も、うん、あこです新作え新作拓也さん最後扉前いましたよねえ僕ダウンロードしてて新作のほんで扉開けようと思ったら拓也さんが新作から出てきたえ合ってますよね開けたぐらいだったか開けようとしてませんでしたでも一番最後そこです扉の前です拓也さんと一緒にでも合ってるいや一緒にいましたよえじゃあごめんなさいマジで見えてないけどいや、はい、あのごめんなさい僕はヤーマンさんをダウンロードしてる姿を見ていないです正直そうなんですね、うん、で拓也さんが僕はダウンロードそれも僕は拓也さんが通ったの知らんくて、うん、で扉診察開けようと思ったら、うん、あのアポからでいいな診察から拓也さんが、うんうん、で扉の前で開けようとしたのんで終わったんで、はい、あ死にあるかなと思って4秒前って無理かなって出るかなと思ったんですけど出せないですね むしろ弁当から来たように聞こえちゃうあ僕エレキから入ってんすよね
え、扉閉ま最初。あ、メイン、はい。メインからエレキ行ってっていう新作なんですけど。いや、ごめんなさい。マジか。チェラマさんマジか。まあまあ、なるほど。ボタン押しようかな。うん。ヤマさんだと思うな、これ。ヤマさんにしか見えない、今。あれ？これだっけ？こいつか。絶対山さんだと思うよ。絶対いなかったと思うんだけど。え、いたのか？ダウンロード。いや、俺見逃さないだろ、さすがに。死ぬな、これ。いや、これまずいな。タスクしてる場合ちゃうわ。はい、はい、ミーティングのだよな机の横で死んでました。そのミーティング上がるときにヤーマンさんがあのムーンの横で佇んでました。佇んでました。佇んでた。はい、佇んでました。何をされてたのかちょっと怖かったので即上に上がってボタンを押そうと思ったら死んでました。タクヤさんは無理かな、エレグいたから。うん、セルフィーさんもエレグ見てる。うん、うん、あの、うん、セルフィーさんと会って停電になってからバイタル見たらもうすでに死んでたから本当にセルフィーさん届かないです。翔平さんは弾けます、僕視点。なんでですか？キッチンいましたよね。あ、はいはい。僕今日見られてない感じなんですかね。いや、ま、いや見えてましたよ。佇んでましたよ。翔平さんのさっきのだから議論を加味したらまあ山田さんなのかなと思うけど、もし本当にいた場合って僕目線も鈴音さんになっちゃうから、さっきの切るって、そこの辺ちょっともう一回聞きたいなって感じ。さっきのじゃあ話をすると、うん、アーカイブ脇で貨物に今すぐ行ってます。で、うん、上回りです。で、なるくんと貨物のところでクロスして、で一回バイタルに入って停止になったので戻ったらなるくんが直しててまた下に行ってます。でバイタル 見に行った時に多分ダウンロードのところ山さんいなくて、でバイタルを見て死んでる、で扉開けようとして終了で、うん、僕全く見てないんですよ、うん、後ろ側から来てるとしか思えないですね。扉も閉まってたし左側。ヤーマンはエンジン脇、電気配線、あ、電気配線で電気の上げあって、で、電気から入ってんすよ診察で。ダウンロードしてたんでその間に僕最初扉開けたんですけど電気を、うん、で入ってダウンロードしてたって感じなんで。タスクどうですか？僕シェリフなんですけど、タスクどう？無理。あと 4つだから無理。あと4だからちょっとしんどいかも。一郎一強だもんね、マックス。え、ヤーマンさんってなんか配電盤、うん、停電とか直した実績ありましたっけ？ないです。うわ、いや、どうしようかな。いや、次しかないと思う。いや、もう私目線はヤーマンさんなんだよな。え、シェリフ誰っすだっけ？僕シェリフです、一応。ヤーマン全然釣ってもらってもいいかなと思います。あ、怖い。それ、いや、鈴音さんのさっきのやつがあるから怖いよね。いや、でもそしたらうちないと思うよ。そしたらあれしないって。ヤーマンさん入れるね、俺、うん、あ、ごめん、これ全然間違ってる気がするわ。ちょっとわかんねえこれ。いや、ごめん、俺はスキップしました。ごめん、もし間違えたらごめんね、これ。いや、間違った、どうなんだろう。え、止まるよね。おー、びっくりね。さすがにね。さすがにね。にね、マック感出したんよ。いや、無理やな。さすがにね。いや、助けられんわ。ごめん、これ。ガリ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 。え、マジで。ピー君はな、なんかすぐ分かったんよな。いや、あの、鈴江さんの家に見えた。ごめんなさい。ああ、三尾橋県で笑い、ヤーマンさんで笑い。いろいろあったな、この試合。壁中の笑顔が引きつい。いやー、かっこいいです。最後に普通に俺こんな笑ってた。